こんにちは、ピコです。こんにちは、ピーです。本日ご紹介する商品はボクシー借りてきました。はい、新型です。に取り付けられる、運転席用のサイドボックスゴミ箱になります。それでは早速取り付けていきましょう。はい、お願いします。お願いします。それじゃあ早速開けていきましょう。中身は、はい、本体のみ本体と蓋が別々が、別々になってますね、はい、これが本体と蓋、はい、なんで一回合わせてもらわんとか。こんな感じ、うん、こんな感じ。はまたオッケー。これが完成の状態ですね、うん、上開きのゴミ箱かな。なるほど。で後ろに片付き防止のクッションが4枚貼ってありますね、うん、よし、じゃあこれをはい、セットしていきましょう。はい、じゃあ設置していきます、うん、設置するのは上と下とボックスっぽいのが2つあるんですけど、うん、下の方ですね。下側ですね。下側まず入れていただいて、入れてスライドする形ですね。そうですね、入れてこちらに詰めます。これでぴったりフィット。あら、簡単以上終わっちゃった。終わりです。以上。いいですね、形状ぴったり合ってるし、うん、そうですね、違和感ないですね。じゃあ使っていきますね。はい、まあ、開け方はさっき冒頭で言ったように、まあ、こう上開きの蓋になってます、うん、こうですね。簡単ですね。はい、でゴミ捨てるときは、まあ、そのまま箱も楽だ。そうですね、結構開口部が広いので、まあタバコなんか簡単に捨てることができると思います、うん、で、中のゴミを捨てるときは、設置の手順と逆ですね。一回横へずらしていただいて引き出す。で、蓋ですね、上部の蓋は押しながらパカッと外すことができます、うん、と中のゴミを出せますので、簡単できます、ね、そうですね。で、蓋は、爪が4箇所あるんですね。こことこことこことここにあるので、うん、爪4箇所が全部はまるように。下手くそ、すいませんよし、カチッとこれではまりましたね。あとはで、またはい、こんな感じですね。え、じゃあこの本品の衣装ですね、衣装面ですけど、まあ、蓋の部分が、まあ、このパネルのしぼめにあったようになってます。で、あと本体の形ですね、形もやっぱりこうラインに沿ってるので専用品なだけあってフィット感がいいかなと思います。で、まあ、こちら設置の時にスライドしてっていう風に言ったんですけど、まあ、このえぐれてる部分ですね、えぐれてる部分に沿って本品もそういう形状になってます。なので上から入れようと思ってもぴったりはまりません。なので、まあ、こうスライドして入れることによってここですね、ぴったりはまっていいようになってます。じゃあ、実際に座ってみて、どんな風に使えるかですね、やってみますね。まあ普通に座ってて、まあ位置的にはちゃんと手が届く位置になってます。で、蓋もこうパカッと開けることができます。まあ無理な姿勢になることなくゴミを捨てることができるなと。で、蓋もちゃんと閉じることができます。足も当たらんすか。足もそうですね、まあうん、問題よっぽど特に問題ないかなと思います。じゃあドアの開け閉めでもうガタガタ音がしたりしないかっていうのを確認していきます。閉めますね。うん、ガタつき防止のクッションが入ってますので、うん、全然大丈夫そうですね。そうですね、
かなり音が抑えられているんではないかなと思います。それでは、ゴミ箱ですね、運転席を設置できましたのでドライブに出かけたいと思います。行ってきます。